スペイン一部であるソシエダードが日本代表 MF 久保竹房22の移籍に備えて公認選手をリストアップしたと、同国メディアトドフチャジェスが報じた。今季リーグ戦7試合で5得点をマークするなど絶好調の久保には、多くのクラブが獲得への興味を示している。契約解除金は6000万ユーロ、約93億6000万円に設定されているものの、 すでにイングランドプレミアリーグの名門アーセナルやリバプールに加えて、サウジアラビア一部アルヒラルの名前が報じられており、フルスのスペイン一部レアルマドリードでも再獲得への待望論が浮上している。同メディアは、アール・ソシエ・ダードは対談の可能性が高まっている久保の公認となる選手の獲得を検討している。日本人はいくつかの欧州チームに求められており、 アール・ソシエダードはアラベスのルイス・リオハに照準を合わせている。とし、久保の喪失をカバーするため非常に興味深い選手だ。と報道。スペイン一部アラベス所属の右ウィングに注視している。リオハは29歳。アラベスとの契約は2025年6月末まであり、移籍金は800万ユーロ。約12億5000万円。という。同メディアは、質の高い選手ながらお解読。 アールソシエダードにとっては手頃な価格で複雑な交渉にはならないと伝えていた。同国メディアは覚醒した久保について、アールソシエダードからの対談は当然と考えられると指摘していたが、クラブ側も有事に備えて準備を整えているようだ。